はい、こんにちは、サルウィンです。いきましょう、散歩系の実況をしていきたいと思います。というわけで、お知らせが来ているので、見ていきたいと思います。なんかね、声がね、てか喉が風邪気味で調子が悪いんで、今日はこんな声でやっていきたいと思いますっていうのは嘘です。多分普通に戻ります、そのうちね。あ、違う、ここじゃないのか、ちょっと待ってね。はんはん、サーバーメンテナンスがありました。で、こちらですね、午前休章が解放されましたということですね。8月29日から昨日です。今日は8月30日。これでね、各章9章まで解放されたということになります。やったぜ。で、10章は10月中旬以降、まだまだありますよ。さあ、どんどんマップが拡大してきますね、そうなるとね。そしてこちら、全皇后ちゃんでいいのかな。で、星のサージもあるよということでね、副賞でございますね。なんて読むんだ、松翼の健康ガチャでよろしいでしょうか。松翼じゃないか、これ不翼か、ごめん、あの字が上のあのロゴの方を見てたら、なんか松に見えましたが、これ不翼でしょうね。なんで、期間が8月29日から9月5日となっておりますということでね。星号全皇后、星のスタジが、ね、質が2つアップしているということで、なっております。おっ、沢さんですね。で、サージと、なるほど。ほんで、全皇后が能力低下耐性、味方全員の武力、知力の 低下を一定確率で向こう、一定確率ね。何パーぐらいなんだろうね。で、ね、敵の攻撃を受けるダメージをダウンさせると。防御力が上がるような感覚ですね。で、最大能力はレベル3なので、まあ、レベルが上がっていくより確率も上がっていくということですね。そして、オーリーが全部の結束。全軍攻撃を行うと、味方全員の当たるダメージがショーアップ。護勢力の味方はさらに毎ターン当たりが、消回復4ターン。なのか、どんどん上乗せされていくのかね、これもね、全軍攻撃、毎ターンやっていくと。4ターン目には、かなりの威力が出るのか、もしかしたら。っていう気がしなくもない。まあ、ショーアップだからね、言うてね。で、サージ。能力、構成値。地上タイプの味方が攻撃するとき、敵に当たるダメージがアップする。なるほど。なかなか面白い。地上デッキを組む。っていうのも、あるかもしれない。オーディ、延命の刑。操作時間がショーアップし、致命的なダメージを受けた際に、ちょっと、これね、気合だったっけみたいなやつですね。これいいですね。操作時間もショーアップするんだね、一応ね。これいいですね。リバイバーが付加されますね、リバイバーが。面白いでございますね、なかなかに。なんかボス戦とかね、あとはあの星ね、ミッションの星取りに行くときに、まあ全然誰も撤退しないでみたいなやつをね、達成するときとかにはいいかもしれないね。はい。というわけで、ガチャ回しましょうか。他は特にないかな。じゃあ、まあ一回かな。一回で両方出れば最高だね。行きましょう。あと持ってない副賞もあるからね。まあ、ピックアップを差し置いて、お昼だよ、でも桜だか桃があって、通常扉。これどうだろうね。最低保証あると思うから、昇格確定か、これ。どうなんだろうね。昇格確定するんじゃない、アンニンちゃんもいないし。あ、そんなことないわ。ユホンね。リチューさん、はい。まあ、多分サジは引くた。さすがにこんだけやったらサジ引くでしょ。超よく。調教師ちゃん、はい。ユホンね、ヨダブルね。はい。多いサジ多い人。まあ、ラストかな。ユホン引きすぎやろ。なんぼ引いて。おい、またこれ確率って怖え。おい、グホン。おい、グホン。なにこれ。はぁ、10分の4グホン。10分の2で大美人。いや、これは提供確率見ましょうか、また。全皇后 3%。まあ、これはね、あれなんだけど、サジ 30% あるんですよ。30% あるのに 6.4% のリツウと超欲。そして、大美人がダブル。そして、調教師。ありえない。30% をこんなに回避して 6% 引く確率って、やばいよ。
やばいよやばいよやばいよやばい。うん、あなるほどね。まあ言ってそこまで欲しいかと問われたらそうでもないのですけれども、うーん、てかもうかく欲しいんだよね。いろいろね、あのエリザベートちゃんの火力検証とかも多分もうかくの方がいいような気がするんだよね。あー、いや、わかんないんだけどね。あと、リクコも持ってないし、結構持ってないとこあるんだけどね。そろそろ。多分まだ持ってないとこあるよね。前回は、モーユーって聞いたっけ？あ、モーユーは持ってるのか。で、カキがないのかな？カキとカダが多分ないんだったかな？確かね。確かね。星4は、持ってたっけ？増派。長所、尊厚、寛容。なんか、割と副将持ってないかもしれないね。そんな気がしてた。最近副将の引き悪くない？そうでもない？あ、関与は引いたんだよね。あ、でも星4少なくないか、やっぱり。ないですね。なるほどね。あ、違う、角は引いたのか。そう、角は引いていた。星5が少なくない？そうね。なるほどね。はあ。ホッサンもまだね、進行度マックスになってないからね。カンタクとかゴランとか、エンジュとか、リカクとか、コウユとかね、その辺引きたかったね。それを差し置いてグフォンが何に出ちゃうと。まあ、星3はまあいいんだけどね、ピックアップ入ってないからいいんだけど、確率が変動されている、格変になっているのに、そこを引かないというね、この回避率ね、確率って。怖いね。今日は30日。明日が31日で、月が切り替わると、なんや、まあ、ショップのラインナップも変わるので、欲しいものがあるならば、今のうちに交換しておくと良いと思います。はい。絆はとりあえず、まずね、特売買ってから、来月の特売買ってからかなんでしょう。欲しいもね、そろそろ誰か、マックスにしてもいいかな。超瞬間かな。失礼しました。まあ、周遊でもいいんだけどね。ちょっとね。で、今ね、午前休勝用のデッキはこれにしました。周遊ハーレムデッキ。多分サクサクいけるでしょう。でね、来てたのをね、すっかり忘れてて、ランク上げしてました。まったりと。まあ、もうちょっとでまたランクが上がるので、88になったら、この回復したスタミナを使ってこなしていきたいと思います。特に新しい派遣先は出てないので普通にクリアするんですね。派遣しますか？派遣開始。失礼。通告ってこんな感じで今回は終わりかな。ここですね。新しくね、急所の場所ができております。まあまだまだ確かにマップ的にはあるんだけど、私ね、あんまりその三国のね、勢力図っていうかここまで詳しく把握はしてないけれど、まあでも大体こんな感じなのかな。まあ多分ちゃんと史実通りにはなってると思うんですけどね、この辺はね。まあいつの頃の勢力図なのかっていうのもよるよね。なかなか際どいとこあるよね、そういう話してると。まあまあ、さてそんな感じですね。でね、なんだっけな、結局大事な、あ、これ簡単ですね。一番いいやつですね。ご勢力の舞台でクリア全力攻撃3回、簡単。誰も絶対しないで。これはね、サクサクいけるやつですね。なんだっけ。連撃じゃなくてなんだっけ。そう、3連撃以上を3回していくとかね。これちょっとね、若干ね、そこそこね、かかるというかね、ちゃんと考えなきゃいけないんで。何も考えずにできるのはこれなんでね。この条件は好きです。まあ楽したいってわけじゃないけどね。まあ、ゲームしてる感覚を味わいたいならね、まだ割ともっと難しくていいというか、まあ難しいといえばバリオのね、ここは本当に楽しめましたね。鬼級、バリオの鬼級、ここは、
なかなか楽しませていただきましたね。まあ、こんぐらい難しい方が、やっぱ鬼級としてはいいのかもしれない。うん、やりがいがありましたね。推奨レベルは果たして60なのかどうかっていうのはちょっと気になりますが。なかなかの難易度で楽しませていただきましたね。はい。というわけで、そんな感じかな。あとね、そうそう、前言ったかな。日の丸ミッション終わったんですよね、1個ね。触れてない。ほい。というわけでね、あ、まあ、新しく今ね、5年9章のやつが追加されましたが、残ってるのがクエスト、まあ、多分クエストは5000回ぐらいなんですかね、おそらくね。で、敵が多分おそらく5万体で終了になりそうな気がします。で、300日ログインで終わってほしくはないですが、ログインの方は継続していただきたいというか、むしろなんならこの辺も、終わらずに無限大とは言わないですけど、続いてほしかったんですけどね。で、とりあえず終了したのが、計略回数1万回。と全軍攻撃1万回ですね。が終了しました。まあ、またこの辺はいずれ追加していただければなと。っていうか、むしろ一応ね、リクエストにも出しておいたので、まあ、どっかで反映されたらなと思います。で、リクエストといえば、ちょっとね、動画でちょろっと言いましたが、まあ、てか言ったというかね、間接的に言った感じなんですけど、計略ね、援軍の方と、自分が使っている、計略、例えば周囲がここだとすると、まあ、周囲のね、赤壁とかが来るわけですが、お仲間の援軍の方の赤壁との見分けがつかないと、来た時に見分けつかないというね、一番左のやつはね、そう、最初のね、固定するっていうシステムに変わったんですけど、その後のね、ターン重ねて順繰り順繰りになった時に、あれ、赤壁が2個並んでるぞ、これはどっちの赤壁なんだろうっていう見分けがつかないのを、できれば改善していただきたいかなとか思っております。じゃあそんな感じで今回は終わります。お疲れ様でした。バイバイです。